恋するハエ女は NHK 総合テレビジョン。夜ドラは国で2012年11月6日より12月18日まで6回シリーズで放送されたテレビドラマ。夜ドラシリーズでは初めて東京以外の地方局による制作で NHK 名古屋放送局が担当した。本作品のみ連動データ放送が実施され、ツイッターと放送が連動した展開もなされた。 脚本は大島さとみで本作品の評価によって第1回市川新一脚本賞を受賞した。名古屋市近郊で小学校教員をする小森恵美は言いたいことが言えず仕事もプライベートもなかなかうまくいかない荒沢女である。恵美はインターネットの SNS やツイッターで愚痴を匿名で書くことを楽しみに生きている。しかしとある日、ある謎の男から お前はハエ女だ。とチャット上で暴言を吐かれてしまう。このことがきっかけで、謎の男イコール八重菓子修士と知り合ったエミは、八重菓子の助言に近い言葉により、周囲を巻き込みながら成長していく。やがてエミは八重菓子に惹かれていることに気づき状況するが、彼は、住んでいたマンションを引き払い自らの個人情報等を消していた。エミは、八重菓子の助言に近い言葉を思い返し、 彼の本質を知るために、内閣官房内閣情報調査室に出向きそこで、八重賀氏修士の正体を知ることになる。八重賀氏が残した手紙からなぜ、エミに対してあのような態度を取ったのか真実が明らかになっていく。第2話第4話第1回、市川新一脚本賞では、コメディ肘立ての中に、社会風刺を織り込みながら、スタジオバラエティ風を盛り込むなどのおもちゃ箱を、 ひっくり返したような構成、破天荒な設定、テレビドラマの枠を超えようとするチャレンジ精神などが評価された。最終的に6名に絞られた候補者の中から市川慎一の名にふさわしい、挑戦のキーワードに合致する受賞作品として同賞に選ばれた。ありがとうございます。